ようこそお参りくださいました武田正文の物心チャンネル本日は2022年最後ということで1年間を振り返ったお話をさせていただきたいと思っておりますえ <music> 私の1年間とともに皆様方の1年間が振り返るきっかけになればと思ってこの動画を撮っておりますえどうかご自身の1年間を振り返りながら えー、こんな一年だったなと、えー、反省しながらそして、えー、楽しい思い出を思い浮かべながら振り返っていただけたらと思います、えー、この物心チャンネルはこの2022年の大晦日で3年を迎えたことになります 2019年の大晦日かから始め最初の1年間にはコロナウイルスが始まって大変だ大変だといった中緊急事態宣言いろいろ動けなくなった年に動画を一生懸命たくさん撮っておりましたそして2年目比較的動画にも慣れてまいりましたが2年目にはですねいろいろとライブ配信であったりとか 皆様と交流することを楽しみにですね1年間ずっと動画を撮り続けていましたで、その中にだんだんと社会の流れも戻ってきて自分の方も忙しくなったりどういうバランスを取るかとやってる中で今度子供が生まれたりですね私自身プライベートの時間もかなり動きがあったなというふうに思っております でいよいよこの3年目ということなんですが2022年のお正月の時に出した動画を覚えていただいておりますでしょうか最初に出した動画がです、ね、YouTuber 辞めますと書いた動画なんですが、まあ、全然辞めてないんですが動画をご覧になっていただいた方はその意図が伝わったかなと思いますがチャンネル登録者数や視聴回数にとらわれるのをやめていきたいという話をそのこの年のです、ね、最初の時にしておりました。 えというのもですね1年2年と動画を続けていますと私が持っていた以上にたくさんの人が動画をご覧いただける方が増えてきたわけですで、そうするとですね、えー、視聴回数とか見ちゃうわけですで、この動画は良かったこの動画は悪かった とかっていうのを考え,るとですねえ何とかして人気の出る動画を作らなきゃなと思ってこうずっと頑張ってきたわけなんですがえこの感覚伝わるかどうかえ人のですねえ評価が気になってきてですね自分が何がしたいのか分からなくなるというようなえ感覚をですねえ2021年後半持っていたわけでございますえですので思い切って YouTube だけじゃなかったんですが他のですね SNS Facebook や Twitter イ,インスタグラムも比較的頑張ってやってたんですがちょっと距離を置こうとしたのが実は2022年だったんです。 で,ですので私はですねこの2022年というのは比較的のんびり過ごしておりました家族とですねのんびりしたり子育て頑張ったりですねそういうことを楽しみながらする中で少しゆったりとした気持ちで読みたい本を読んだり喋りたい人と喋ってみたりそういった中でちょっと撮りたい気持ちになった動画をこう撮らせていただいていました。 でそうこうううここすするうちにですねこうして動画のクオリティアップしたこともお気づきいただいているかと思いますが YouTube の方を手伝ってくださる方も現れてきたりとかそしてこれから先ですね自分がやっていきたいようなことっていうのを示してくれる方もだんだんと出てきたというようなのが今ということでございます。ですので私はこの1年を振り返りながら今度は来年ですねまたこういう気持ちで新たに頑張ろうという目標がたくさん出てまいりました。 さて私の話を長々としてまいりましたが皆様方にはどのような一年だったでしょうかおそらくですねいいこともあれば悪いこともあるといった一年じゃなかったかと思います。どうかですねこのいいことと悪いことをどちらも振り返る時間を一年の最後の時に持っていただけたらと思っております。 えそしてジョヤの鐘ということでお寺ではですジョヤの鐘をつきながら自らの煩悩を振り返るということをしていくわけなんですが自分が悪かった悪かったダメだったダメだったと思うのとは少し違うわけでございますお寺では手を合わせて南万田仏南万田仏とお唱えさせていただきますナモアミダ仏と言いますのが真ん中にいらっしゃいますアミダニョライという仏様が 私たちのことを優しく見守っておられるわけです自分がうまくいっているときもうまくいかないときもそれでいいんだよ大丈夫だよということを示してくださっていたわけでございますそして手を合わせるこの姿勢といいますのは合唱にも意味があるんです仏教ではもともとインドで生まれた文化というのが大変大きな影響を示しておりますインドでは右手をきれいな手正常な手そして 左手を不浄な手汚い手と考えているわけでございます私たちの1年を振り返りましてもいいことや嬉しいこと頑張ったこともあれば良くなかったことできなかったこと反省すべきこといろいろ嫌だったこともあるんじゃないかと思いますこのいい部分も悪い部分もひっくるめて手を合わせてナ生んだ仏生んだ仏とお唱えするときにはそのすべてを 阿弥陀様阿弥陀如来という仏様が私たちのことを包み込んでそれでも大丈夫だよとおっしゃってくださっているとそういうのが阿弥陀仏の意味になっておりますどうかですね一年の最後に皆さんがお仏壇やお墓お寺に参っていただいて手を合わせて「生阿弥陀仏」をお唱えくださいませそうすれば自分の良かった出来事であっても悪かったことであっても 私のの今大切ななご縁でであったんだなと思えるのではないいかと思わさせていただきます私はですね来年からはですねまたいろいろちょっと頑張りたいなと思っていることがあるんですがいろいろ挑戦してみたいんですねで動画もどんどん撮っていきたいなと思っているんですが今までのようにですねあんまり人の目を気にしないことに していこうというのが今の実はマイテーマでございますですので自分の勉強したいことや学びたいことをどんどん動画にしていこうというのが一つそしてもう一つがですね各動画に対してさまざまな準備をしてこう言っていいのかなダメなのかなというのをずっと気にしていましたただそれをやめようかなと今思っている次第でございます私が本を読んで良かったなと思ったことを良かったと思いますと素直に話して 何かを読んでわからないところがあれば分かったふりをするんじゃなくてですねここはよくわからなかったけれどもこう思っておりますという話をですね自分の等身大の姿で皆さんにお届けしていきたいなと思っておりますイメージとしましては物心チャットで皆さんと気軽にお話をさせていただいてました でそれを動画の中でやっていけたらなと思っていますえしばらく試しておりましたがえ短いライブ配信をしながらお話しさせていただいたものをそのまま動画として残しておくというのもやっていたんですがえこれが比較的自分の生活スタイルには今のところいいのかなと思っておりますえなかなか子育てをしながらですのでえ定期的な時間であったりとか まとまった時間を取るのが難しいのが現状ではあるんですが隙間時間にですね昨日読んだ本さっき読んだ本の感想をお伝えするというのは自分にもできそうだとでそういったことをですねこれから先試していこうかなと思っておりますので気になる方は応援またしていただけると嬉しく思いますまたですね今年から頑張っていきたいなと思うのにはいくつかテーマがあるんですがまず就活ですね人生の終わりをどう考えていくのか ということを仏教の視点から何が考えられるのかをしっかり考えていきたいなと考えておりますえ就活という言葉え皆様もおそらく聞いたことはあるんじゃなかろうかと思いますただもう少し先でいいやと皆さん思っておられるのではないかと思います 終活の中身といいますのもおそらくイメージとしては、えー、相続ですねお金のことであったりお葬式やお墓のこと、えー、それをどうするかというようなイメージが終わりかと思いますが、えー、お寺で終活といいますとどちらかというと心の面考えてていいいきたいと思っています、えー、自分が年をとって病気になって死んでいく、えー、その人生をどのように締めくくりどのように意味づけて物語としていくのか。 そういったところを自分なりに何ができるのか考えていきたいなと思っておりますで、その中にはビハーラと言い,いまして最後の時間をどう過ごすのかということが考えられているんですが私もですねこちらのビハーラ活動の方を自分が何ができるのか考えていきたいと思っておりますまた心理学の中ではこうしたビハーラ活動の分野ではスピリチュアルケアということがなされています私たちが精神的に 肉体的に辛い社会的に辛いというサポートは今病院や福祉施設で様々にあるんですしかしながらスピリチュアルの痛み宗教的な痛みというところにはあまりまだ ケアの手が届いていないというのが現状ではなかろうかと思いますそういったあたりをですねしっかり考えていきたいなと思っておりますそしてもう一つがですね最近流行りのメタバースというの皆さんご存知ですか仮想現実の世界というのがあるんですゲームの世界に自分が入っていけるというような感覚なんですがこの仮想現実の世界メタバースの世界の中で何かできないかなということを今 仲間と一緒に模索中でございますこちらはですね、まだまだどうなるかわからないんですが実はこの YouTube を始めてこの3年の中にたくさんの素晴らしい仲間がたくさんの素晴らしいご縁が広がっているわけでございます ここでできたつながりをもとにです、ね、何か最先端の世界の中に仏教が何ができるのかということを考えてていいきたいと思っておりますこのメタバースとかです、ね、仮想通貨とかいろいろあるんですがブロックチェーンといいう技術が元になっていますまた動画では別で解説しようかと思うんですがこのブロックチェーンという考え方は実は阿弥陀様の考え方に非常に似ていると私は思っているんですね。と言いますのも いつででももどこでもみんなを救うと皆が平等に活躍できるような社会を目指すのが実はこのブロックチェーンといいう技術でございます今まだまだ開発途中でございますのでじゃあこの技術をどうやったらみんなが幸せになれるのかというところはあまり考えられてないんですが是非ともそういったところにですね仏教的な考え方からはこう見えますよと仏様のお慈悲のように ブロックチェーンを使いましょうということをね私も考えていきたいなと思っておりますのでこういったこともお好きな方がおられたらですねどんどんご一緒できたらと思っておりますまたメンバーシップの物心寺の皆様方大変ですね日頃を支えていただいております皆様がおられるから私も心折れずにここまで続けてこられたと思っております 仏心寺の活動の方もですね今定期的なズームでミーティングをしたりですね勉強会をしたりということをしておりますがもう少しですね工夫できることもあるかなと思っております特に先ほど申しましたメタバースの世界に挑戦していくというような内容はぜひメンバーシップの皆様方から先にですねどんどんご招待していきたいと思っておりますので最先端のですねその辺りをちょっと見ながらご一緒したいという方はメンバーシップの方も除いていただけたら嬉しく思います。 はいえー、それではえー、お話大変長くなりましたが最後までお,お付き合いいただきありがとうございました2022年を簡単に振り返りまして、えー、これから来る新しい年をですね皆様とともに、えー、心豊かに生きていける社会に、えー、少しでも近づけるように、えー、仏様のご縁が届けられたらと思っております、えー、これからも仏心チャンネルは仏教と心理学から、えー、皆様にお役立ち に立てるような動画を作っていきたいと思っておりますのでぜひチャンネル登録高評価ボタンコメントなどいただけますと嬉しく思いますはいそれでは最後までご視聴いただきありがとうございましたまたのお参りをお待ちしております